おはようございます。やっほー、おはようございます。おはようございます。皆さん、おはようございます。前髪が気に入らないな。あれ、うわうわ、おはようございます。なんかめっちゃ声が鼻声な気がしてるけど、そうでもないかな。声が出しづらい。なんかこの冬秋の時期は乾燥するから、それでめっちゃ声が出しづらい。おはようございます。うん、あ、そうだ、チュロスか、これ。ありがとうございます。ユフト、ありがとうございます。おはようございます。寒い。今日は公演と、あとはユニットの打ち合わせとか撮影とかあって、ちょっと忙しくなりそう。やばいですね。ちょっと、おはようございます。今日あれですね、リカちゃんの生誕祭。生誕祭続きますね、結構。だってまだ青海さんもやってないもんね。私、チカさんも、もうすぐですよね、誕生日。生誕祭続きますね。おはようございます。うん、おはようございます。なんか別に眠くないのに、なんでそんな眠そうな顔してんの。めっちゃ眠そうな顔して。おはようございます。ギフトありがとうございます。ありがとう。昨日から名古屋来てるけど、朝めっちゃ寒い。寒いよね、朝って。ほんと寒い。昨日も寒かったし。でもなんかお昼とかになるとそうでもないけど、やっぱ朝と夜はもう冬。でもあれですよね、もう土日から寒くなるってママが言ってた。やだ。寒い。なんかこれだけ寒いとさ、服考えるのももう嫌だし、すごく嫌だ。めんど。うん、どうしよう、今日何着ていこうかな。そう、ユニットのあの打ち合わせと撮影して公演してって感じなんですけど、何にしよう、迷っちゃう。
おはようございます。あ、ギフトありがとうございます。お腹空いた。おはようございます。今日は髪型何にしようかな。何にしようかな。なんかもう昔はさ、すごい昔っていうか昇格してすぐの時はやっぱ研究生って髪型が決まってるからさ、そのなんかやりたい髪型がたくさんありすぎて、そんなその公演の髪型をなんか決めるのは別にそんなに難しくなかったけど、今はすごい難しい。なんかもうある程度やっちゃってるしさ、なんか髪の毛短いから、なんかレパートリーが少なすぎて。おはようございます。やっほー。あ、そうだ、今日ライトつけてないや、忘れてた。目がかゆい。あ、そう、そういえばね、昨日マツパ行ったんですよ。わかります？そう、まつげ上げてきた。嬉しい。マツパ行きました。パッチリ。でも昨日の1ヶ月後だから12月9日だから、そう、若手こんな前にもう1回ぐらい行きたいんですけど、行けるかな。イエイ。まつげ。これでメイクするのも楽。あ、ギフトありがとうございます。ありがとう。油揚げ。ありがとうございます。はい、チーズだって、イエーイ急なギフトありがとうございます。たけし誕生日。そう、たけし今日誕生日なんよね。おめでとう。そう、たけし誕生日なんだって。そう、たけしおめでとうって、昨日の夜言っといたまだ日付変わる前に。そう、もう昨日ね、ほんと眠くて、そうだからもう早く寝たいなと思って。そう、本当はたけしじゃないけど、たまたはつくのは一緒だから、まあ実質一緒ですおはようございます。年齢聞かないの？え、知ってますよ、年齢ぐらい。ただなんか
そのせ、なんていうんだし、なんていうんだか、何年に生まれたかがわかんない。そう、だからちょっと、そう、この間教えてもらったんですよ。忘れちゃった。3日前ぐらいに教えてもらったのにもう忘れちゃいました。年齢はわかります。もうたけしも知ってるよ、年齢は。キュートありがとうございます。ありがとう。忘れるの早い。そう、難しかったんだよね。そう、あとなんか昭和は何年で終わったって聞かれたけど、なんか適当に言ったらニアピンだった。なんだっけ、昭和64でしたっけ、 5?4? そう、65とか言ったらさ、なんかああ惜しいって言われた気がする。そう、適当に言っちゃった。ニアピン超適当に言ったのに。おはようございます。そう、ニアピンだった。難しい。なんかそのさ、自分はわかるじゃないですか、生まれてる年とか。なんか何年に生まれて、平成何年に生まれましたかって聞かれてもパッて答えれるけど、まあ妹も多分いけるけど、そう、お父さんお母さんとかになってくると分かんない。だってやっぱその時代にさ生まれてないわけだから。いや、そんな生まれてないことを覚えてられない。覚えてられません。難しいです。いや、自分のはちゃんと生まれてるから言えますけど。そうそうそう、難しい。おはようございます。難しいよね。わかる。平成15年だっけ？そうです、平成15年生まれ。そうだよ。ゆうたありがとうございます。チュロスありがとうございます。おはようございます。そう、なんか例えばなんか、なんだろう、なんか書くときにさ、その和暦とか西暦とか書くときにさ、出てくるじゃないですか。え、どっちやってなっちゃう。そう、めっちゃむずい、めっちゃ迷うもん。そう、迷うよね。え、どっちってめっちゃママに聞いちゃう。そういえばなんですけどね、私はね、昨日ね、あれを打ちました。インフルエンザの予防接種。早くないですか？早くないか。でも自分にとってすごい、え、もう
この時期って感じですけど、まだちょっと腕痛いけど、インフルエンザのワクチンを打った。そう、本当はもうちょっと後に打つ予定だったんですけど、ちょっとその日はあのトーク会だったからちょっと打てないってなってインフル打ってしまいました。もうなるべく早く打ちたくて。でもインフルエンザも全然痛くないですよ。なんか昨日なんか打つ人がうまいんかな、なんかめっちゃもうあれよね、全然なんか本当打ったってぐらい一瞬なった。打つ人によりそうだけど。おはようございます。かからんといいね。いや本当にね、かかったら困る。こっちは本当今までかかったことないけど、いやわかんない、もしかしたらかかるかもしれないっていうのを考えたらすごく嫌だすごく嫌だ。本当にマジで気をつけてる毎年。そう、本当に本当にかかりたくない。なんかインフルは辛いっていうのをさ聞くから、いやその辛いって言わなんか知ってるのにかかりたくない。やだ。だってかかったらこれもできなくなるし、何もいいことないじゃん。かかったところでいいこと何もなしだよ。おはようございます。でもインフルになったことないって言うと大抵びっくりされるけど、でも意外といるよね。なんかそのなんて言うんだろう、インフルになったことない人一回もなったことないのって言われる。おはようございます。でもいるよね、なんか毎年なんか打っても絶対なる人とかさ、もう結局体質なんかな。やだ、なりたくない。インフルエンザもう一生ならないんじゃない。いやもうそれでいい、本当になってほしくないもん。やだやだ。打ってるとかかっても軽い。ああそういう感じなんだ。やっぱりワクチンってやっぱ、まあそうですよね、そうだよね。おはようございます。あーすごい晴れてる、眩しい。おはようございます。おはようございます。インフル学校休めるから学生の時になりたかった。いや確かになんかさあれだよねほんとこの時期とかもうちょっと後とかになるとさ、絶対クラス一人いないみたいなあるよね。あとは小学生の頃とか絶対誰かしらインフルでかかってていないみたいな、いるいる。え、学級閉鎖とかしてた気がする。懐かしい。
朝はいつもたけしさんの食卓囲んで食べるの。いや朝はそんなね時間はないんで、もうみんな多分いないですね。でもさっき足音が聞こえた気がするから、まだ誰かいるかも。たけしさんがワンちゃんいる。でも妹は多分中学校行ってますね。ママも多分お仕事行きました。朝はそんなね、あの早いです。そのゆっくりしてられない、みんな。そう、みんな忙しい。朝はバタバタ、もう洗面所の取り合いよ朝は。そう、女3人いるとさ、もう私がって感じだよね。そう、いざはそんなにあれですけど、そう、洗面所でも一応2階にもあるんですけどね。そう、なんか2階に行くのめんどくさいじゃないですか。だから1階の洗面所でやるんですけど、そう、混雑してる混雑してます。ハートありがとうございます。おはようございます。予防接種のチャンスあるならやってた方がいいよ。やりましたよ昨日。そうだから、その話してんの。もう打ったよ。早いでしょ。そう、本当はね20日に打つ予定だったんですけど、グループトーク会が入っちゃったのでダメじゃんと思って。そう、いつもね毎年打ってる場所があるんですけど、電話したら夕方なら行きますよって言われたから、じゃあもう打ってもらおうって言って打った。そう、お父さんとお母さん会社で打ってもらうので、あと妹だけ、あ違う、嘘、お母さんだけど、お母さんだけ会社で打ってもらえるので会社で打ってもらうんですけど、お父さんと妹は二人で家に行くらしい。あ、ギフトありがとうございます。ありがとう。おはようございます。ユズボンの部屋1階なの。2階です。2階の2階が4つお部屋があるんですが、その1つの角部屋みたいな部屋にいるよ。注射打って笑うとき見てますか？見てない。全然違うとこ見てるでも別に痛いとかは思わん。なんか痛くはないけど、打ってる時とか打った直後とかは、ただなんかその後に腕が痛くなるのが嫌い、とっても。そう、なんかワクチンの時もそうだったけど、コロナの特になんか2回目の方が嫌だった。なんか股の腕の痛みをさ、なんか体験しなければいけないんだと思ったら、ほんと憂鬱すぎてすごい嫌だったな。ゆずめっちゃ家が普通に好きなんですよね普通に好きなのよ家、めっちゃすごい好き。なんかタイプ、外見もだけど中身も。そう、なんか外っていうか、なんかそのなんて言うんだろう、外見もすごい好きだけど中身も好き。家はむ、昔は AKB の個別握手会でインフルの予防接種してたけどね。いや、ほんと懐かしい。なんかもう、でもあれですね、事務所が変わっちゃったからもうやってないけど、昔はやってましたね。懐かしい。みんなで打ちに行ってたもん。懐かしすぎる。おはようございます。おはようございます。
今は自分の部屋なの。そうです、私は家にいるときは自分の部屋かリビングにしかいない。そこにしかいません、ほとんどそこにしかいない。おはようございます。お腹空いたな。今日は朝ごはん食べたらお家でメイクして、お家を出ないと間に合わない。それでユニットの打ち合わせして、撮影して、公演のメイクして、リハーサルして、公演。天気は良さそう。天気ね、めっちゃいい。めっちゃ晴れてる。眩しいもん。どうしよう、ますます私服に迷う。どうしよう。迷うね。どうしようか。ユニットは1日ですか。わかんないです。まだ何も決まってないんだよね。決まったのユニットの名前と、でもあとなんだろう、自分がやりたい曲とかユニットでとかをとりあえずルカさんに送りました。とりあえずバババババって、やったことない曲やりたいなと思ってて、個人的に。そうだから、それやったことない曲でやりたいやつとかを送った感じです。それを今日決めるって感じです。だから楽しみにしててください。もう1ヶ月もないからね、意外ともう練習しないとやばい。ちょっと忙しくなりそう。おはようございます。でもなんかコンセプト的にはすごいなんか良いって感じ。良い。すごいよね、楽しみ。特に10期の2人って覚えられるかな。そういう時はね、大丈夫って言うんじゃなくて、頑張れって言ってあげてください。大丈夫って言われたら心配になっちゃうから、そのメンバーも。頑張れって言われた方が嬉しいと思います、メンバーは。おはようございます。ねえ、どうなんだろう、ユニット曲。楽しみ。それ自分のチームもさ、当たり前に楽しみだけど、他のチームも普通に楽しみ。いいアドバイス。いやでもなんか大丈夫って言われると心配になっちゃうんですよ、こっちもこっちで。自分でできないのみたいになっちゃうから、例えば頑張れって言われた方が頑張れる、ゆずは。いやまあ人によるかもしれないこれは。けどゆずは大丈夫って言われるより頑張れって言われた方が頑張れるだけだよ。そういうのはね、ごめんねジュエルが入れたかったんですけどね、引かれちゃったから、もうごめんねジュエルができないっていう。そうだからね、ちょっとね悲しい。おはようございます。
ハートありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。おはようございます。なんか昨日意外と早めに寝たのにめっちゃ眠たい。昨日はね、日付が変わる前に寝ました。寝ちゃった。眠い。寝れるんだったらもう二度寝したいぐらいですが、そんな時間は私には今日はないので、やばいです。寝るなら明日だな。明日二度寝したいな。長く寝てても眠いのなんでなんかね。いや、本当に私の永遠の謎になりそう、それは。なんかあるよね。え、すごいわかる。なんかさ、眠いんだって。そう。けどなんかそれは夢を見てて、熟睡できてないのかなって思うけど、今日私夢見た記憶もないから、ああ、違うなと思って。そう。あとなんかたまに夢って、見ててなんか人が出てくる時ってあるじゃないですか。例えば推しメンとか、まあ私だったらメンバーとかが出てくるんですけど、それってなんか自分が思ってるからじゃなくて、相手が自分のことを思ってくれてるから夢に出てくるらしいよってネットで見た。本当かどうかは知りませんが。確かに短いさ、なんか睡眠でもすっごいさ、寝たなーって時もあれば、なんかすごい熟睡してるのに何回でも寝れるみたいな。何回でも寝れるっていう時もあるよ。なんていい話。いや、まあ信じた方が良さそうな話ですね、これは。いや、本当かどうか知らないですけど、いや、世の中にはちゃんと信じといた方がいいこともきっとあると思う。うん、ギフトありがとうございます。ありがとう。ふん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 。その説自分が小学生の時にも聞いたことある。やっぱ本当なのかな。なんかでも本当だったらすごいよね。でも本当だったらなんかありえなくない？例えば本当になんかさ、喋ったことない芸能人とか出てきたらさ、え、なんでってなるじゃないですか。そこがなんか引っかかるんですよね、自分的に。それがちょっとよく分からん。あ、ギフトありがとうございます。ありがとう。
やば、もう57分だ。早い。明日もね、お仕事があるので朝やりたいと思います。朝やる。おはようございます。2年ぶりの公演楽しみ。おお、それは楽しみですね。今日はリカちゃんの生誕祭。公演最近多いよね。13日にもある。楽しみ楽しみ。あさってのためにハガキ用意しておきます。ハガキね、そうそう。であさってに、なんだっけ、そのショールームで、あのプラチナフラッシュさんのアンケートを書く配信をするので、皆さんハガキをぜひ準備しておいてください。私もまだ準備してないので準備します。ありがとうございました。今日も皆さんの住んでるところは晴れてるのか雨なのかは分かんないんですけど、気をつけてください。気をつけてください。ありがとうございました。雨だと怖くない？気をつけてね。ありがとうございました。ぜひ今日も18時30分からの公演を見てください。ありがとうございました。ではまた明日の配信で会いましょう。あ、すごい髪の毛。ありがとうございました。ではまた明日。今日も一日頑張ってください。いつも頑張ります。ありがとうございました。バイバイ。また明日。